原発生校で新たな科学として行われます。発生校グループはスマイル暮らしの創造企業グループとしてここ九州福岡でも積極的に事業展開をしております。発生校グループが68万棟超えのワンショップとして積み重ねてきましたが、技術やノウハウはもちろん通信の IT 技術や新しいサービスを積極的に取り入れております。さて、何人とは発生校グループの時はどうなんでしょうか。はい、もちろんです。スープに来たからわかるんだ。マンションのことなら発生校だらだらだらですよね。はい、キュートにね、歌ってくれましたけれどもね。そうですよ、発生校グループがお届けします。マンションのことなら発生校
抽選となる26日までの3日間は入場者数が3万3000人を超えるとご盛況御礼の大喜利袋をご用意しています。オークスストアや公式オンラインストアで使えるクーポン券や来シーズン使用できるチケットクーポンなどが入っています。残りの応募券はぜひ球場に足を運んで選手にエールを送ってください。そして東京シーズンホームゲーム最終となりますのは9月26日月曜日です。試合終了後に2022年レギュラーシーズン最終戦セレモニーも行われます。今夜試合を立ち上げたらかまわずですね、応援会社の前に2分ダンスを実施いたします。これも2人です。はい、そして本日はアメフリアに行きますが、試合終了後を今シーズンの表現しました明石健二選手の引退セレモニーも行われます。ホークス一筋19年間 UPP プレーヤーとしてチームを支え続けました明石選手の引退セレモニーです。皆さんにですねお伺いしております、明石選手応援行動をぜひ掲げて明石選手の最後となるユニフォーム姿をぜひ皆さんの目にしっかりと焼き付けていただきたいと思います。さあ今日の試合に向けて対戦に参加しからも一言お願いします。はい、さあもうねここからはもう全部勝つという気持ちで、はい、もう今コースを一つに心を一つに、そして大きく背中を押して絶対勝負で勝ちましょう。はい、気合十分。ありがとうございます。さあ終盤戦の合言葉、今こそ一つにもっとですね、今こそ一つに、ね、拳を、ね、胸に当ててください。そしてもっと、ね、力強い、ね、ポーズをお願いしたいと思います。これをですね、このコーナーの最後にファンの皆さんと一緒にやりたいと思います。選手たちにこのポーズでしっかりパワーを届けましょうね。さあこの後はパフォーマンスチームの皆さんによりますオープニングパフォーマンスです。今よろしくお願いします。さあ、外野ライトスタンドに来ましては応援団の皆さんが太鼓を使った応援スタイルで応援活動を行っていますが、観光場の音が少しずれて聞こえるエリアもあるかと思います。そこは皆さん心を一つにして手拍子で選手たちにパワーを届けてください。さあ、クロージング、このコーナーの最後は先ほどもご紹介しました今こそ一つにもっと、このポーズでパワーをしっかり届けたいと思います。皆さんいいですか？